ゆでんディビューナさん、どうも。売却のせいで髪さらに爆発します。ゆでんディビューナさん、いや、まさかはね、こんなスーツケースをね抱えてるにもかかわらず、てめえの手でスーツケースを抱えて配達に乗って、ここパタヤのバスターミナルまでついちゃったねって話だよね。本当にね、前回はマジで撮れ高がなさすぎて本当につまんない動画を出してしまい申し訳ございませんでしたと。いや、なんかね、まあいろいろちょっとね、しがらみだったり、まあいろいろあってね、ああいう本当に撮れ高はない、ごくごく平和でつまらない動画しか出せないっていうのは、もうちょっとね、このユーティンティ的にも悔しんごでしかないよねって話なんだけど、まあ、今からね、このユーティンティバスに乗ってバンコクに戻ると。そしてこの動画を見てるてめえたちみんな大好きなんじゃねえのっていう話なんだけど、ここだとばかりにアジア最大級の偽物ショッピングモール MBK センターに行って、このユーティンティ爆買いを試みちゃうねって話だよね。いや、でもね、その前回 MBK をね取り上げた動画っていうのが、まさかのね2万再生をもう大幅に超えてるということで、やっぱりね、 YouTuber っていうのは再生数が命なわけじゃん。だからもう今後偽物モールの専門 YouTuber に、ね、なってやろうかっていうぐらいの勢いで全力でね MBK をてめえたちにレポートしてやるよねっていう話だね。さあ、それではもうそろそろ9時40分のバス、今9時半前だから、ちょっとそろそろ並ばないとバス逃そうだからね。じゃあ早速行ってまいりたいと思います。さあ、朝だからね、約2時間15分でエカマイバスターミナル着いちゃったよねって話だよね。っていうことで、いきなりね MBK に行ってやってもいいっちゃいいんだけど、ただね、やっぱり腹が減っては戦できぬということで、今からこの U20 がてめえたちだけにね教えてやる特別な場所っていうのがあるんだよね。っていうのも、世界一うまいカレーだよね。その名もね、マッサマンカレーと。その名店がこの BTS で数駅行ったところにねあるということで、その名もね、クルアアロイアロイと。その店に今から BTS に乗って早速向かっちゃうからっていう話だね。いやー、もう腹がね今減りすぎて、もう完全に半透明20ぐらいに薄くなってんじゃねえのっていう話だから、早速それでは電車の運転手もね飛ばしてもらって向かっちゃおうと思います。そう、このね、一番 BTS の中心駅サイアームでお乗り換えと。今来たのがスクンビット線、エカマイ駅っていうところから別の線のね、シーロモ線に乗り換えますと。あ、やべえ、今出発するんじゃねえの。やべえな、こいつは間に合わねえかも。さあ、乗りますよと。はい、間に合いました。 U の法則発動と。しかし、この全身ラッピングの電車かわいいよね。いやー、やっぱりね、パタヤから来るとこの狭山駅周辺はね、もう都会すぎて息が詰まりかねないよねって話だね。さあ、 BTS See you と。っていうことで、セントルイス駅到着と。いうことで、ここからそのクルアアロイアロイカレー屋さんには歩いてどんぐらいだろう、多分ね10分しないぐらいで多分着くと思うんだよね。俺結構すぐだと思ってたら意外に距離あったわ。ということでね、この灼熱のタイランド頑張って、ちょっとスーツケースまで大変だけど歩きましょうか。セントルイス駅を背にして灼熱のタイランドストリート歩いてるよねっていうお話なんだけど、なんでみんな座り込んでんだ。何これ、あ、ミャンマーの何大使館。あ、だからなんかさっきから顔になんか田中っていうね、すごく目立つファンデーションみたいな塗ってる人たちが多いのかなということで、まあまあまあそれは気にせず、まっすぐ行きましょうか。そしててめえ、よーく覚えとけよ、このタノンパンっていうね、この通り、これを右と。これテストに出てくるから、絶対に覚えるようにと。
この狭い歩道をね渡っていきますと。ロンチパッド。おっと、まるでさ、向こう側団地の前のセブンみたいにいっぱい溜まってんじゃねえかよ。ヤンキーかてめえたち。さあ、まあ、多分お昼休みだね、ランチを食している。なんで、どっかで働いてんだったら、そのなんかオフィスとかその店の中で食べないんだっていうのは甚だ疑問だよね。てか、みんな溜まりすぎだろ、ここ。え、何の仕事してんの？なんだ謎謎すぎる。なんか、あ、ミャンマー系か、なんか文字がタイ&ミャンマーフード。なるほどね。あ、油カレーとかある感じだ。だからね、そんなものには興味がない。そしてミャンマーの油カレーは現地でね食べたことあるけど 100% 下痢になります。うん、油のせいでうんこの蛇口止まんなくなるから。そしてこの見て、ジャングルの中にセブン。え、なんかいいね、なんかいい。このチャリもほら、いい味出してる。いいね、これはちょっとシャッターチャンスなんじゃねえのって話。もう僕は疲れたよ、バタラッシュ。いつ着くねんもうそろそろだと思うんだけど。なんかね、向かいにインドの寺みたいなやつがあって、そこの近くなんだよね。まだ何も見えないんだけど、ちょっと勘弁してくれよ。そして路地が狭くてさ、すれ違えないし。いや、でもすごいね、この時間さすがに外の屋台で飯を食う気になれない、暑すぎて。見えてきた、見えてきた。この奥にさ、インドの寺。もう着いたね、これは。あ、近く。さあ、張り切っていきましょう。もうちょっとだからね。なんだ、揉め事かなんだ。なんか引っ掛けたんかな、スーツケース。さあ、そうそう、このインドのね、寺の向かいにあるそんな世界中枚カレーショップ来るわ。歩いた。え、待って、これシャッターがすげえ並んでんだけどさ。え、これ U の法則か。ものすごく嫌な予感するぞ。勘弁してくれよ。大丈夫だった。よし、ここから入ろう。狭っ。よいしょ、あったよ。見てくれね、もう日本語で看板書いてあって分かりやすすぎるんじゃないかしたけど、これがクルアアロイ、アロイだよね。さあ、じゃあ入っていきましょうか。あ、ワン、あ、オッケーオッケー。おっと、大盛況すぎて今席がないからここで待つしかないね。ワン、ほら見てくれよ、このいかにもうまそうなさ、カレーたちが所狭しと並んじゃってるよね。いいね。さあ、2階に上がっていきましょう。すごいね。てか2階来たの初めてだわ。暑い。そしてクーラーが全く効いてない。ここも厨房だ。なるほど。さあ、メニューがやってまいりましたか。まあ、ここはね、間違いなくマッサマン一択と。あ、迷うね、チキンか豚か。うん、原価を考えたら豚なのかな、ここは。うん、お、パッタイとかもあるんだね、知らなかった。で、飲み物は水か、もしくはホームメイドの菊の花ジュースか、ローズみたいなやつのジュース。あのね、ローズのやつは結構好き嫌い分かれる。うん、ここは素直に菊の花茶、これ意外にうまいから。あ、これ辛いし、オーダーしてたら間違いないんじゃないかなって感じ。じゃあマサン豚肉、そしてこれオーダーしますか。さあ、これをね、全部足したとしてもまさかのね、合計多分500円ぐらい。うん、マッサマン100バーツ、米が確か10か20か忘れたけど、あとジュースも20でしょ。だからまあ500円ぐらいだよね。すごいよね、つくづくタイの飯の物価の安さね、びっくりさせられるよね、楽しいの。え、なんだこの偉そうなおじさん、謎だね。創業者とかかな。まあいいや、とにかくね、この向こうの方で作られるカレー全然だけしましょう。ものの1分半ぐらいでやってまいりましたと。この
白飯、そしてポークナッサマンカレー、そして同時に菊の花ジュースも来ちゃったよね。ということでいただかせていただきや。じゃあ菊の花ジュースから飲みましょうか。うん、あ、意外に甘さ控えめ、うん、なんか辛い料理には絶対合う。どっちだろう、カレーをかけるかご飯をカレーに入れるか、うん、じゃあまずは素の状態でねご飯いただきましょう。どんな食べ方やな。あ、よく炊かれている、うん、うわ、うん、えぐい。ガチでここのカレー世界一、間違いなさすぎる。そしてやっぱりね、この肉の塊見ちゃうとポーク一択だよ。うん、やばい、やばい、たまんない。ご飯ね、ぶっちゃけ2つあっても3つあっても足りない。いや本当にね、日本のカレーがうまいカレー屋さんがね、全部束になって一斉にかかってきてもこれ勝てない、うん。そしてカレーをね、作ってみるとこんな感じだね。なんかちょっとタイカレー特有の油と分離してるみたいな。で、こういうゴロゴロした豚肉とかジャガイモが入ってるから、そしてピーナッツとかも入ってるよね。いやー、これが世界一のカレーだよ。てめえたち、目に焼き付けてくれよって話。こんなうまいものが世の中に存在していいの？世の中に疑問を投げかけちゃうぐらいうまい。そしてピッツァもね、思ったほどだね。普通にちょい辛ぐらい、うん、別に辛さ苦手でもギリ食えるぐらいの、まあ、それぐらいの辛さなんじゃないかなっていう話だよね。さあ、苦しみた。大変美味しゅうございました。うん、いやちょっとね、店の中で完食してね、苦しんごって言いたかったんだけど、まさかのね、周り全部を日本人客で囲まれちゃって、そもそもね、撮るのが恥ずかしいと、シャイ20は撮るのが恥ずかしいと。だからね、今また電車の駅に向かいながらこうやってね、ビデオカメラ回させてもらってるよねって話だよね。いやー、ここはね、はっきり言って2ログ評価 5.0 と、うん、満点、間違いなく満点、満場一致で満点だよね。日本語メニューがあるぐらいだし、かなりね、日本人にとっても有名な店でもあるんだけど、そういうね、日本人ホイホイだどうこうとかね、そういうごたく抜きでこのカレーは文句なしにうまいから、絶対にタイに来たならもう食べないやつが意味が分かんない、マジで人生損してる。うん、それぐらいね、断言できるし、バンコクに訪れたらね、全員が絶対に1回は行って、まあ、特にね、マスターマンカレー食べるべきと、そう言わせていただくねって話だよね。ちなみに、気になるお値段はジュースとね、白飯、カレー全部の合計で130バーツ、520円と。安すぎんだろ、もう安すぎて逆に引くよね。あのクオリティのカレーがね、しかも肉も超ゴロゴロ入ってて、タンパク質マックスなわけじゃん。それがね、あんな520円で食えるっていうのは、まあ、はっきり言ってコスパ最強だし、実際ね、例えばそのターミナル21のフードコートとか、あとなんか屋台とかってね、カレー多分大体70バーツぐらいから食べれるとこあるんだけど、そういうとこ肉ケチってるから、だから実際に若干高めなのかもしれないけどね、そのタイの最底辺クラスのフードに比べると。だけどちゃんとその値段に見合った肉の量も入ってるし、味のクオリティだし、もう行かないやつの意味が分かんない、マジで絶対に行けと。現場からは以上です。もうね、これ以上MBK もね、
この動画1本に収めようと思ったんだけど、動画散らかるじゃん、尺もさ無駄に長くなって編集だるくなるし、どうせだったらね、俺は動画の本数を短い尺で何本も出したいんだよね。もうシンプルにめんどくさいし、数出したいし、なんか長い方が伸びるとか言ったやついるけど、それ迷信だからね、何の根拠もないからマジで当てにしない方がいいよ。だし視聴者としてもね、例えばその3、40分ある動画って、俺もなんかその他の YouTuber の動画見るときもう飛ばし飛ばしとかなっちゃうから、ね、長すぎると、だからまあ15分とかそれぐらいで収めるのが俺はベストなんじゃないかなと思ってるんだよね。って感じでもうこの動画ね、もうさっさと締めさせていただくんだけど、まあ次回の動画はね、てめえたちょっと待ちかねた MBK 突入しちゃうねんっていう話だし、日本人が建前上偽物なんてどうこうみたいにディスるけど、本音はみんなが欲しがる、そんなチープで可愛らしい愛すべき偽物の数々、お見せしあるよねっていう話がね、今すぐにチャンネル登録と高評価をして、タイ人にすら日本人を代表すると認識されるペラルタの T シャツを今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画全力しまったと思います。それでね、またお次の動画でお会いしましょう。See you。やっさっていで、引っ越せならどうでもいいじゃん、車内ながらピッポティーで、顔はセルガーでシャッチーバン、心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、君と極みたいんだ、声今沈まんロッキーさん、血まぬかシャイン乗車、転がしこそ根っから乗車、君の森の出屋敷到着、さあお待たせしましょう、ジョーちゃん、真面目な君なら勉強部屋、初めの輝きを登場でな、暮らしのスピードなら展望せが、連れ出す前さ、テンポを照らす、今日声が何だって想像しながら拾ったいとき、今日こいつのやけとか言っても俺の目線は禁止、甘みが導く乱暴ラッキーさん、どこぞラブホール抑えられない発祥、君の答えはイエスかイエスか、君は尊すぎまるでアマテラス、二人尊すぎたら重ね合う、朽ち果てるまでこの身を捧げます、一滴残さず君の中で出す、いきなりラップ赤で何言うてんねん、今さらもう引き返されへんねん、俺もテスラも俺の U21 もなんとなくは何もねえか、いやなんかするな、とりあえず行ってから考えよう、なんなん皆さん下山からのラッキーさん、兵庫ゴールデンコールさん、鼓動さえてはちょっとゴールさんのようにダンサー、具体的な効果裏の向こうのラブ不買なら論外、多少遠くてもそんなエントランスまで来るエスコース、どこまでも連れてくるゲスト、部屋の鍵かけ服を脱がしたらリス始まるわさようなら、俺はノーアルマンでかっこいいか、不発目ならたくさん使い方そうかが、下で味わい尽くす白い肌、広場じゃなくても降らせるシャワー、聞けばウェイン伸びされるがまま絞り出てくるよまたまた、やっさっていで、ここならどうでもいいじゃん、車内流れをピッポティーで、顔はセルガーでシャッチーバン、心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、君と極みたいんだ、声今静まんロッキーさん、君は尊